中場国土交通大臣おはようございますただいま議題となりました、公安法の一部を改正する法律案,法律案の提案理由につきまして、ご説明申し上げます。近年、我が国においては、地球温暖化対策の観点から、パリ協定を踏まえた我が国の目標を確実に達成するため、洋上風力発電の導入促進が求められております。長期的的安定的 かつ効率的な洋上風力発電事業の実施に向けた環境整備を図るため、洋上風力発電設備の設置および維持管理のための公案を確保する必要がございます。また近年、コンテナ船の大型化や船会社間の共同運航体制の再編等により、国際戦略公案において、国際機関航路に就航するコンテナ船の機構回数が減少傾向にあります。この傾向が続いた場合、国際物流にかかる費用や所要日数が増加し、 我が国に立地している企業の競争力が低下する恐れがあることから、我が国産業の国際競争力強化のため、国際機関航路に就航するコンテナ船の機構回数の維持または増加を図る必要があります。このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第でございます。次にこの法律案の概要につきましてご説明申し上げます。 国土交通大臣が公安を指定し、当該公安の不当を構成する行政財産の貸し付けに関する制度を創設することをしております。第2に、国際戦略公安の公安運営会社が行う国際機関航路に就航するコンテナ船の機構回数の維持または増加に関する取り組みを強化するため、当該公安運営会社の運営計画に当該取り組みの内容を追加し、国土交通大臣は、 当該公安運営会社に対し必要な情報の提供または指導もしくは助言をすることとしておりますその他これらに関連いたしまして所要の規定の整備を行うこととしております以上がこの法律案を提案する理由でございますこの法律案が速やかに成立いたしますようご審議をよろしくお願い申し上げます以上でございます以上で趣旨説明の聴取は終わりました法案に対する質疑は後日に移ることとし本日はこれにて散会いたします、はい